おはようございます。速稼塾の久保でございます。前回もねお伝えしたように、その代理店ビジネスで、まあ、1000人のねグループ抱えるってことができるのは何でかっていうと、やっぱりね情報発信ずっとしてたからだと思うんですよ。いつも思うんですけど、人っていうのは毎日誰かにお金を払って何かを買ってますね、毎日毎日。まあ、ですんで自分が紹介できる商品をたくさん持っておくっていうのは、その誰かが何かにお金を払う、その矛先をですね自分に向けさせることができるっていうビジネスの第一歩だと思うんですよ。そのためにもまず情報発信っていう下地を整えておいて、その中に自分はこういう商品を紹介できますよってことをねきちんと入れておくってこと、要するにセールスをかけていくってことが、まあ、必須だと思いますし、やっぱりね資産っていうのが完全に動画に映ったなと思うんですよ。私今日は別に何もセールスしてませんよね。昨日も多分してないと思うんですよ。でもこれ資産を構築してるんですよね。要するに土地とか建物っていうのをこうやって雑巾掛けして綺麗に見せてるんですよ。でお客さんが来た時にはいどうぞって見せる、そのスタンバイをしてるんですよね。中古車屋さんもそうですよね。お客さんが来た時に慌てて手入れをしてたんじゃ間に合わなくって、普段誰も来てない時、誰もが見向きもしない時、もっと言ったらね閉店して、もうお店のね門を閉めた時、シャッターを閉めた時にどういうふうなことをメンテナンスをしてるかってことが問われると思うんですよ。それは従業員教育にもなりますし、それからマーケットリサーチにもなると思いますし、いろんな下準備をしていて人に見えないところ、見せないところっていうのをどのくらいやってるかってことなんですよ。その一部がこの YouTube に現れていて、この YouTube っていうのもねやっぱり数日とかね、来年とか再来年とかにこの動画が見られることもあるんですよ。その時に見てる人がねどこを経由してきたかですよね。で私昨日ね実はね10円ゲームですか、懐かしい駄菓子屋10円ゲームっていう動画を見て、駄菓子屋ゲーム博物館チャンネルってやつですけどもね、これね面白くってね、私が小学生の頃にゲームセンターとかゲームコーナーとかね、デパートの屋上で見た10円入れてやるパチンパチンってやるねパチンコみたいなゲームがあるじゃないですか。あれをねゲーム博物館っていうのをやってて、その方が YouTube アップロードしてるんですけども、この動画を私たまたま見たら、この人がアップロードしてる全部動画をね全部見に行ったんですよ。要するに過去の動画を掘り起こしに行ったわけですよね。でこういうふうに YouTube っていうのは掘り起こしっていうのが、その人のアカウントにたどり着いたらもう検索とかなんとかじゃなくって、その人の動画を横に見るっていう現象が起きるわけですよ。その時に動画がなかったら、要するに資産化されてなかったら見ないじゃないですか。でそういうことも多いと思います。で私の速稼塾に参加してくださった方とか、私の動画を見てくださる方って、多分1本見て終わりじゃなくて、他にどんな動画があるのかなっていうふうに何本か連続で見てると思うんですよ。で見てますよね。多分この億万長者合宿の動画もどっかから来た、そのついでに億万長者合宿ってシリーズも見てると思うんですよ。その逆もあると思いますしね。 FX からなのか、それとも他の投資なのか、ビジネスのことなのか、マーケティングとかマインドセットのことか分かりませんけども、いろんなね、こう入り口がある中で別の切り口にも来てくれたってことだと思うんですよ。まあ、だから毎日毎日発信することがね、たくさんあるわけなんですけども、多分ね私だけじゃなくてほとんどの人にあると思いますよ、発信するネタ。あとは要するにスマートフォンこっち向けて撮影ボタンを押してるかどうかの違いだけなんですよ。それだけで人生が大きく変わるとしたら、まあ、やらない手はないかなと思うんですよ。はい、今日の動画のまとめですけども、儲かることをやり続けたら儲かるんですよ。儲からないことをやっていたら100年経っても1年経っても1万年経っても儲かりません。悩みを解決する、問題解決ができるようなことを毎日毎日やっていったら問題解決が必ずできるんですよね。でも問題解決に至らないようなことをずっとしてれば問題解決できるわけないじゃないですか。ただ単純な話なんですよ。不思議ですよね。全然ね明日につながらないことを一生懸命やる大多数の方がいるのを、これはね本当に気の毒だと思いますよ、そこは。だから早くね、私は申し上げた YouTube を始めることだと思います。そして始めたらやめないことだと思います。いってらっしゃい。